やーい、バッジをつけてるお偉いさんとかあんたが人間だと思って喋るよ。いやそう、誰が呼んだかレベルミュージック響かせてやるよ世界中に。歪みまくった僕らの地球儀の中から叫ぶ自由人。天国になど遠に行けないけどこの音楽なら聴ける。耳が痛いのは仕方がないけど俺の仏は止まらない。天国になど遠に行けないけどこの音楽なら聴ける。俺たちはいつも音の上ならば殺すより助けたい。だが罪は償わなきゃいけないから今はしっかり苦しんでて、一人で暗い部屋の中で自分が一体何をして、そのためにどんな状況になってる、そういうことちゃんと考えて、どんな理由があるにしたってやっちゃいけないことはあるんだぜ。もうわかるはずだ大人だべ、体中糸で繋がれて、あんたはもはや人形だぜ、それすらも自覚してんだべ。よ、限りある命だぜ、どうか最善を尽くしてくれ。そんな願いを込めてはしごなら一応ここにかけておくね。天国になど遠に行けないけどこの音楽なら聴ける。耳が痛いのは仕方がないけど俺の仏は止まらない。天国になど遠に行けないけどこの音楽なら聴ける。俺たちはいつも音の上ならば殺すより助けたい。最初は日本変えてやるとか信念持ってたんでしょう。ならどんなに体が痛んでも捨てるべきじゃなかったはずでしょう。でもそうもいかなくなってきたんでしょ、誰かに脅されてんでしょう。いやいや操られるとかなんて虚しい人生でしょう。必要悪くて現状から大丈夫、まだ最悪じゃない。俺たちを助けてくれ、あんたにはそれができるぜ。そう、全てを吐き出してそこからやっと未来見える。プラス信念貫き生きてくならきっとだけど愛されて死ねる。天国になど遠に行けないけどこの音楽なら聴ける。耳が痛いのは仕方がないけど俺の仏は止まらない。天国になど遠に行けないけどこの音楽なら聴ける。俺たちはいつもと近い親父には近づけているかい、どうせなるならイケてる親父になろうぜ。東大兄弟俺はあんまりスムーズじゃないけど近づいてるのは間違いない。